うも、ビレジェンド染田です。ビレジェンド上野です。ビレジェンド柿谷です。ビレジェンド管理栄養士の布目です。皆さん、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。ルールがないんですもん、もともと最初から。そうですね。でこんな拍手するのも初めてですし。どうしたんですか今日は。なんで我々を呼びつけたわけですか。そうですね、今日は多分、ね、それぞれ上野さんやったらこうボディービルに出るためにこうトレーニングしてるし、布目さんやったらこうバドミントン、僕もボディメイクとフットサルで、柿谷さんもボディメイクですね。なるほど。つまりみんなが取ってるサプリメントはどんなものかなっていう。そう、みんな何を飲んでるかっていうのを知りたいですよ。さっき言われといて、このくだりさっきもあったよね。そうそう。はい、ぜひここ何を取ってるのか知っていきたいなと思うんですけど、はい、どうしよう。まず布目さんから聞いていいですか。私から。はい、私はですね、まあ、バドミントンを、やってますので、うん、そうですね、ですまず普通に普通の日はですよ、試合とかじゃなくって平日は、使ってるのが WPC のプロテインですね。プロテインをいろんなもう味はその時の気分によってで2回飲んでます。朝食とお昼の間に1回と、まあ、トレーニングしたらトレーニング後で、まあ、それトレーニングしない日は、夕飯食べてから寝るまで、早めに夕飯食べるんで寝るまでの間に1回取りますね。であとは、ビタミン&ミネラルは、まあ、その時の食事内容でちょっとビタミンミネラル取れてないなっていう時は使ったり使わなかったりですね。でそうですね。で、試合の日は決まっていて、スポーツ&リカバリーですね。はい、これスポーツドリンク代わりに使っているので、スポーツ&リカバリーに BCA をオンしてます。さらに MD も、私はその時によるんですけど、ちょっと今日はタフな試合になりそうだなっていう時にはその気分によって MD もさらにオンします。すごいですね、はい、スポリカに MD をスタックってすごいですね。はい、やっぱりそのエネルギー源としてでちょっと入れるんですよ。もうやっぱ少しでもね、ね、どれぐらいの量をどれぐらいの水分で割るんですか。1リットルのお水で、スポリカだったら、私はスプーン4杯入れてます、うん、4杯入れて、MD もスプーン2杯ぐらい入れてますね、うん、20cc スプーンで、うん、だとしたら大体どのくらい取れてるのか。スポリカでカーボが32、はい、3ぐらいだから、はい、33で、これで20ぐらい足すんで、じゃあ50ぐらい。はい、50ぐらいですね、うん、ちょうど大体自分の体重ぐらいですかね、うん、はい、で、BCA も、これも、スプーン2杯ぐらい入れてますね。はい、布目スペシャル。はい、そうです。それで練習前に行く前にお家で HMB もスプーン2杯山盛り2杯取ってから行きます、うん、はい、そうですね。これがで終わった後にまたシェーカーに、プロテインとあと MD 混ぜたものですね、うん、を入れてリカバリー用に持ってきます、はい、これがいつもの試合セットですね。めちゃくちゃスタックしてるな、はいね、なんかすごくこう考えてスタックされてるなってあります、ね、はい、うのも何のいいんですか私から、うん、そうですね、まあプロテインはプロテインはやっぱりこう言わずもがなです。飲んでるので言うと私は玄米が多いです。玄米飲んでます。であとはうちのその日々やってる試飲サンプルの余りを消費したりとかしてます。はい、で回数と量でいうと1食1回飲むのに大体2食分取ってます。それを1日朝昼の間と昼夜の間あとトレーニング後でだから3回飲んでます。だからタンパク質量でいうと 120g 分をプロテインから 1日取ってます。で今減量で有酸素運動をちょこちょこ入れ始めたんですけど、まあ、朝起きてすぐ、有酸素運動をしてその後に1食分だけタンパク質 20g 分だけ、プロテインで取ってその後朝食を取ってます。
まあ、プロテインの使い方はそんな感じです。で、まあ、朝から順にこう話を進めていきますと、BCA とグルタミンです。グルタミンとビタミンミネラルもお願いしていいですか。VM、はい、BCA、ドイツ読みで言うとベーツエアーですけど、ね、これを朝一に飲んでます。なんで急にドイツ飲んできた。まあいいんですけど、でグルタミンそんなこと言うやつじゃなかった。そうですね。別にドイツに会えんもゆかりもないんですけど、でまあこれとグルタミンを、スタックした水、まあ500ミリくらいの水にそれぞれ1食分くらいを溶かして、それを朝一気飲みしてます。で、その後にちょっと歩きに行ったりと、でその同じタイミングでビタミンミネラル、取ってます。こう日によってビタミンミネラルはその1日で1食あたりをこう分けて捉える方もいらっしゃると思うんですけど、私の場合飲み忘れ防止のために朝一で全部飲んじゃってます。で8粒かなを飲んでます。これがまあ朝で、終わったらプロテイン1食分飲んで朝飯、あと使ってるところで言いますと、これよいしょ、MD とクレアチン、この辺が結構あのトレーニング、あこの辺もですね、この辺が結構トレーニング前後 あのプロテイン以外のところなんですけど、トレーニング前は MD、 これ大体今は、結構食事の中で炭水化物が取れてるので、トレーニング前に 40g でトレーニング後に 40g、まあ、それくらいの量で今はやってます。で、日によってなんですけど、その MD と、同じタイミングでクレアチンを、ちょっと多めに1食 1.5 食分2食分くらいを、取ってます。何グラムぐらい、1.5 食2食だからどれくらい、そうですね、まあ、10グラム取る時もあります、はい、そんな感じで、それを取れ前に取るのか、まあ、取れ後に MD プロテインと混ぜて取るのかっていうのは日によって変えています。でトレーニング前はこの MD と、まあ、BCA でグルタミンもその時に結構一緒に取っちゃってます。で、はい、そうなんですよ。で場合によっては、クレアチン、なんかそのグルタミン終わってからグルタミンとプロテインを飲むっていうのも一つこうよく言われるあのスタックス、結構飲んでるね、グルタミン1日2回飲んでるってこと。そうですね、 BCA とグルタミンは割とセットで1日朝とその食べ物、何グラムずつぐらい飲んでるってこと。それぞれでもここは量多くないで1食分くらいなんで、まあ5グラム5からまあ7くらいですね、取ってます。なんかそのトレーニング終わった後にプロテインに混ぜるっていう方法も結構それがオーソドックスなんですけど、なんかあえて前にプロテインとそれ以外の付随したアミノ酸はあまり混ぜたくないなっていうところがあって、なんかその分からないですけど、これはエビデンスがあるわけじゃないので分からないんですけど、なんかそのプロテインの消化吸収自体がグルタミンの吸収をちょっとこう遅らせる、もしくは妨げてないかなっていうところがちょっとこう考えがあったので、それを今試してます。まあ正直その試して変わるほどのポテンシャルがあるかっていうとそこまでではないと思うので、どっちでもいいと思うんですけど、そういうことを気にしてやっております。はい、こんな感じ。次染田さん行きましょうか。はい、僕まずプロテインを、はい、プロテインを1日大体4回から5回飲みます、うん。で朝起きた時のタイミングに、僕はこれ朝と夜に4錠ずつ分けてるんですけど、まず朝起きたタイミングで水を飲むんですけど、そのタイミングに一緒にビタミン&ミネラルを4錠飲みます、うん。でそのまま起きたままこうご飯食べに行って、その朝食は基本ご飯とかパンなんですけど、そこにプロテインを一緒に朝取るようにしてます。お水で、まあ、もちろん水ですね、はい、牛乳じゃないんです、ね。朝は水ですね。多分枯渇してると思ってるんで、早く吸収させたいっていう意識で水を。それそんな変わるんすかねっていうのも。いやそう言うじゃないですか。吸収スピードが変わるんで。そう。タイムリーですね。そう、朝は必ず水ですから。で、こう出社して、大体10時ぐらいのタイミングでもう一度プロテインを飲む形。で、その後、そうですね。大体3時ぐらいの間食の時間に、もう一食プロテインを、お昼ご飯食べた後に僕これ入れてますね。これ毎ルーティンなんですけど、クレアチン、はい、毎日ですね、お昼ご飯食べた後にクレアチンを僕は 5g、 多分もうこの1年間ずっと取ってます。あ、そう、あ、はい、言ってたね、クレアチン飲んでるってね、
これを 5g 必ず飲んでます。クレアチンだけ、水でもう流し込んでます、はい、でその後それでプロテイン取って。クレアチンか、これは本当に素晴らしい。僕が一番信頼してる作品。どう素晴らしいんですか。いやもう本当に一番これ飲んでから、うん、でかくなったなっていうのは、扱える重量も本当に上がったし、そっからの毎日 5g? 毎日 5g ですね。めっちゃ、体の中に溜めれてますね。そうですね、毎日飲んでたら。これは本当におすすめのサプリです。ぜひ買ってみてください。まあそこもやっぱりその昼ご飯の後にってことですか。そうですね、やっぱりお腹が空やったら吸収されにくいっていう、こうインスリンが出た状態で飲むことによってこう体内にうまく運ばれるって言われるのをよく聞くので。そうですね、糖質との相性がいいとは言いますよね、うん、だから絶対お腹に何かが入ってる状態の後に飲むように心がけて飲んでます。で